動を楽しんでる。どう立てないね。とうとうキャンプデビューやな。ジュリさんがどうしても連れて行きたいって言ったからな。いや、まあ1回ぐらいはね、見せときたかったなって。でも楽しんでるみたいです。ほんまに。まあでもよく動いてくれるから。だったね、ゆって。美味しいね。でも、ほんと紅葉になっててよかったですわ。初めて見た。赤菜系とか。赤菜の紅葉を見たかったんですけど、見頃じゃなかったらどうしようかすごい不安やったんですよ。なんか途中の道まで全然紅葉になったかって、急にここ入ったら紅葉になったんで助かりました。ここ線また行きます。いただきます。何そっちから行けるやろ。食べちゃった。あ、おいしい。今回は吹雪山ひろさんにお任せしてます。餃子。僕の中では餃子の王将が1位ですけど、餃子界では1番ですね。確かに美味しいわ。はい、食べてみて。でも美味しい。タレが。まあ多分タレやったら餃子の王将と並ぶかも。それでも野菜多めや。うん。でも肉もしっかりしてるな。美味しい。味がすごいちゃん。さすが味の素。今日は柚子がいけるか。だからニンニクパッとった。そうそう。一人でスーパー行ったんで忘れ物が多い。なんか意外にお利口さん。見応えか。鍋が大きいから大丈夫。これ今日はこれだな。今日も忘れちゃった。キャベツ。あ、舞茸高くなった。やろうかな、やらんけ。いっぱい遊んで疲れたね。ゆずもマンガのシュラフお気に入り。おやすみ。今日もキムチ鍋、山広さんセレクトです。やっぱり外のシングルバーナーは使いやすいです。でこんな大きなお鍋でも安定して置けるのですごく便利です、本当に。お肉も買ってくれました。
お肉でこのお鍋なんですけど、スノーピークの燻製器なんです。実はいつもこの燻製器でお鍋してます。燻製器として使ったのは1回だけで、その1回目にすごい失敗をしてめっちゃまずかったので、それ以来使ってます。そろそろですかね、オープンしましょうか。海ありがとう。わおうどんたっぷり。いただきます。この湯たんぽは有名、マルカの湯たんぽだって。直火できるのはいいよね。そう、しかも IH でもできるから好きよね、うん、冬は家でも使えます。うん、でも触る勇気ないよな。ここ、うん、そこは熱そう。じゃあ温まるわ、熱い。熱い、うん、snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see.今あれ全く見てなかった。そうですね。大丈夫？めちゃくちゃ強いじゃん。これ。そうやんな、もうちょっと天気良さそうやから火が照ってくれるやろな。
楽しかった？ついてきてくれてありがとうね。よく頑張りました。ありがとう。帰ります。Watch me breathe.